ヒーヤカ・ハウメア・イハイアカは、冥王星型天体ハウメアの衛星。二つ見つかっている衛星のうちの大きい方であり、外側の軌道を回っている。ヒーヤカは、ハウメアの衛星のうち最初に発見されたもので、当初は、S-2005-1 という仮符号が付けられた。発見者グループは、ルドルフというあだ名で呼んでいた。正式名称は、 ハワイ神話の女神ハウメアの娘の一人で、ハワイ島の守護神であるヒーアカから名付けられた。1999年には、ヒーアカの色が観測できた。次に色が起きるのは2138年のはずである。ヒーアカの明るさは、主星の5.9プラスマイナス0.5%で、アルベドが同じと仮定すれば直径は、主星の22%。 内視3 5 0トル近くである。これは、もし小惑星体にあれば、ケレス、パラス、ベスタ、ヒゲアに次いで5番目に、大きな天体となるほどである。ハウメアと2つの衛星を合わせた、系全体の質量は分かっており、密度及びアルベドが主星と同じと仮定すれば、ヒーアカの質量は、ハウメアの1%程度となる。ありがとうございます。